はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。本日は年長の皆さん、ご卒園おめでとうございます。コロナウイルスとかもありますが、今日の、卒園式を迎えることができてとても嬉しく思っています。年長さんのつぼみさんは年長さんとの兄弟もいまして、一緒に日々遊んでくれることもたくさんあって、その姿を見てお兄さんお姉さんだなって、大きくなったなっていつも思っています。本日もとてもみんな素晴らしいお返事だったりとか、ご挨拶もすごいしっかりしていて、胸がいっぱいになりました。涙もたくさん流させていただいてとっても幸せな気分になりました。はい、そして明日はつぼみさんと年少さん、年中さんは終了式となっています。またそのかっこいい姿も見れることがとても楽しみです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。